ああ、そうだ。宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。坂井殿、町の守りは進んでおるようです。お主の働き大国から聞いた。礼を言う。お辞儀への恨みは変わらぬがな。敵は猛虎、手勢なき今あなたが頼りです。猛虎の餌としたいの。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐにわかる。あんたも酔った方がいいね。剣士のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。たかが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手立て。何があろうと逃げたりしないよ。姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。もう待てもんです。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。
賢明だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。組隊追いかけよう。やり様を守れ。クロード様に続け。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。鷹を見ていろ。すり抜け、投石機を壊さねば。火をつけねばな。
館のそばにおるぞ。 Yeah.
我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の地で畑を潤せ。 黙れ手向け。己が得るのは六文銭だ。知れ事を調子に乗るなよ。 切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。行く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 
町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで異敵を打ち払い
故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。終わったな。これで槍川も加わる。叔父上も喜ばれよう。